第二次世界大戦の影響の項目では、第二次世界大戦の結果により、各国、地域に起きた大きな変化を記述する。鉄のカーテンマーシャルプランへの不参加を、ソビエト連邦が表明して、さらに参加を希望していた、チェコスロバキアなどの東欧諸国に圧力をかけて、不参加を強要させた。9月には、東欧や、普通の共産党により、コミンフォルムを結成し、 西側に対抗する姿勢を取った。これによりヨーロッパの分裂が決定的になった。ヤルタ体制の中で東欧諸国は嫌をなくウィンストン・チャーチルが名付けたところの鉄のカーテンの向こう側である共産主義体制に組み込まれることとなり、ドイツという共通の敵を失ったソビエトとアメリカ合衆国はその同盟国を巻き込む形で、 その後1980年代の終わりまで半、世紀近く冷戦という対立構想を繰り広げた。また、フランスやイギリス、ソビエトなどの主要連合国はアメリカに習い、核兵器の開発、製造を急ぐこととなり、後に成立した中華人民共和国やインド、パキスタンなどがこれに続いた。4カ国が占領した、ドイツのベルリンはソ連占領地域に囲まれていた。 ベルリンの占領区分アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、ドイツ軍の無条件降伏を受け、連合国はドイツに中央政府が存在しないと宣言し、米英フッ素4国による占領統治が行われた。また、旧首都ベルリンについても4カ国の分割統治下となった。しかし、占領政策をめぐって、米英仏の西側連合国とソ連の対立が激化し、 1949年には、西側連合国の占領地域に、ドイツ連邦共和国、ソ連占領地域に、ドイツ民主共和国が成立、ドイツは東西に分断されることとなった。この分断状態は1990年まで続くこととなり、ドイツの戦争状態が正式に終了したのは、同年に、ドイツ最終規定条約が締結された時であった。 ニュルンベルク裁判1942年から内戦状態になり終戦後はイギリスとソ連の秘密協定によって西側の勢力下に置かれようとしていたその後はアメリカ合衆国の支援の下軍事独裁政権が成立国王が亡命1974年にキプロスでのクーデターが失敗しその余波で軍事政権が崩壊国民投票によって 君主制が廃止、共和制に移行した。冷戦期には北大西洋条約機構に加盟した。1939年に発生したソビエト連邦からの侵略においてカレリア地方などを喪失したフィンランドは1941年6月から再びソ連と戦った。フィンランドはドイツとは同盟関係にない共同参戦国と主張していたが、 国内にドイツ軍を駐屯させるなど共闘関係が存在していた。しかし、ドイツ軍が敗戦となると、フィンランドは講和に傾くようになり、1944年9月19日にモスクワ休戦協定を締結して、ソ連と休戦、1947年のパリ条約で講和した。日本軍撤退後の香港中華民国の晴天白日、 ミツルチコーキとイギリスのユニオンジャックが確認できる。イギリスは、第二次世界大戦を通じて、約11億ポンドの海外資産をすべて失い、戦争が始まった時7億6000万ポンドであった。対外債務は、終戦時には33億ポンドに膨れ上がったことも、あり、イギリス経済は疲弊した。追い打ちをかけるかのように、日本の敗戦から2日後の8月17日、 アメリカ合衆国は、レンドリースポーを停止して、大英援助を打ち切った。窮地に陥ったイギリス政府は戦後復興のため、1945年12月に、英米金融協定に調印したが、これにより、大英帝国内部の特権関税制度が否定され、経済面から大英帝国の崩壊が始まった。イギリス経済の疲弊により、植民地を維持することが困難になり、 また、各地の独立運動も、相まって、大英帝国は崩壊した。ミャンマーなどを除くもと植民地の多くは、その後もイギリス連邦の一員として、イギリスとの絆を保っている。フィリップ・ペタン・ロシア革命後に独立を果たした、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国は、独ソ不可侵条約に基づき、ソ連軍が一方的に侵中し、その圧力の下で、 1940年にソビエト連邦に強制的に併合された。その後はドイツ軍の占領下に入るなどしたものの、大戦終了後に再びソビエト連邦に併合され、追放、処刑された三国の住民の代わりに多くのロシア人が流入し居住することになる。エストニーやラトビアの国境も変更され、ソ連の一共和国になった。再度の独立は、 冷戦後の1991年まで待たねばならず、ロシア系住民の処遇問題、エストニア、ラトビアは、ロシアと国境問題を抱えることになった。1939年にソ連に占領された、東部地域は回復されず、そのままソ連領に編入された。その代償として、 ポーランド回廊をドイツから回復した上、オドラ川及び、ニセ川伊東の旧ドイツ領や団津非自由主を併合し、ポーランド領土は大きく、西方へ移動した。失った、東部領は新たに得た、西部領の2倍に及び、東部領から追われた、ポーランド人が、旧ドイツ領から追放された、ドイツ人の代わりに、西部領に住み着く人口の大移動が起こった。その後、 この新たなドイツ・ポーランド国境の承認が戦後に成立した西ドイツ政府の大きな政治課題となった。また、国連の総会のポーランドの代表権問題が生じ、当時はソ連が支持するルブリン政権とアメリカ・イギリスが支持する亡命政権の二重権力状態にあった。その後に亡命政権の閣僚の3分の1を入れ、 連合政権を作ることで妥協が図られた。その後、ソ連の強い軍事的な影響力のもとに、共産主義系の勢力が政府の実権を握り、亡命政権系の政治家は逮捕されたり亡命に追いやられた。パリ条約によりウィーン裁定によるブラチスラバを含む、スロバキア南部やアルテニア、第二次ウィーン裁定による北、トランシルバニア、 ユーゴスラビア占領によるボイボディナ島の獲得は敗戦により無効とされサンジェルマン条約による領域へと復活した。対戦中の臨時政府からハンガリー第二共和国が成立したものの占領軍であるソ連軍の後押しにより1947年にはハンガリー社会主義労働者等の一党独裁によるハンガリー人民共和国が成立しソ連の衛生国となった。 パリ条約により、大戦中に、ドイツやイタリアの圧力で割上した北、トランシルバニアは回復したものの、ベッサラビア、北ブコビナ、南ドブロジャは回復できなかった。1947年に王政は倒され、共産政権ルーマニア人民共和国が成立した。大戦中は、中立を維持していた、スイスだが、スイスの中立にも、 負の側面があったことを否定することができない。一点目は、ホロコーストから逃れたユダヤ人の亡命問題と財産の返還の問題である。二点目は、ドイツによる略奪金塊問題である。この他にも、スイス領の町をドイツ領の町と間違えられたために、スイスの一般市民がアメリカの爆撃機により誤爆されたことが挙げられる。この誤爆では、 死者40人、負傷者多数を出したという。大戦中はバチカンは中立を維持していた。しかし大戦勃発直前に強行に遠くらいした。ピウス12世は、ドイツのホロコーストを黙認したと非難されることがある。イスラエルは、ピウス12世は、ユダヤ人を保護したとして評価しているが、強行が、ナチス政権下のドイツを非難していれば、 ホロコーストの犠牲者は少なくなったはずとの声も根強い。さらに、ピウス12世は、死後ヨハネ・パウロ2世によって列腹されたことが、さらに波紋を呼んでいる。また、大戦終結時に、多くのナチス党員がドイツから逃亡するのに対して、バチカンが、有形無形の援助を行ったとの証言がある。スウェーデンは、ドイツのチェコスロバキア併合を目の当たりにした頃から、 危機意識を強め、スウェーデン社会民主労働党政権の下で大規模な軍備の増強を行っていた。すでにスウェーデンはナチスの台頭によって、開戦は避けられぬものと考えていた。1939年にナチスはスウェーデンとデンマーク、ノルウェーに対し不可侵条約を申し入れたがスウェーデンとノルウェーは拒否する。1940年、ドイツが 不可侵条約を破棄し、北欧に宣戦線布告するとスウェーデンは他国への援助を一切拒否し、武装中立を貫いた。しかし戦後、スウェーデンの中立は利己的なものとして非難されている。回戦期には、数軸国より、後期は連合国よりである。もっとも単なる中立ではなく、両者に対する和平交渉仲介も行った。 ドイツによる侵攻を経験したデンマークは戦後中立政策から集団安全保障に安全保障の方針を切り替えることになった。その時にはスウェーデンの外省運転園の提唱したスカンジナビア軍事同盟に共鳴したがスウェーデンが設立の意思がないことがわかると北大西洋条約機構に加盟した。しかしこれは デンマークの安全保障を保完するものであり、対米追随を意味するものではなかった。デンマークの安全保障は、いわゆるノルディックバランスと呼ばれるものである。ドイツ占領中アメリカの保護下にあったグリーンランドは、返還された。またアイスランドは、独立した。ドイツの侵攻を受けたノルウェーは、従来安全保障を英国に依存していたが、 第二次世界大戦後はアメリカに依存するようになった。北、大西洋条約機構にも加盟し、西側諸国の一員になった。しかし、ソ連を刺激しないように国内に米軍基地を置かず、さらに比較政策を取るなど他の北欧諸国同様、ノルディックバランスと呼ばれる中立政策を施行した。ドイツによる占領中、ヒトラーが、 ノルウェー人は純粋なアーリア人種であると唱えたため、レーベンスボルン政策が取られ、多くのノルウェー人女性とドイツ軍人との間の根結事が生まれた。ノルウェー政府はそれに対し隔離政策など、迫害政策を取った。後に、ノルウェー政府はこの政策を、過ちであると謝罪賠償した。1946年8月に、 ソ連が国会から地中海を通る要衝であるボスフォラス海峡とダーダネルス海峡の管理をトルコに要求したために一時的にソ連との対立が激化した。しかしその後にはソ連が要求を取り下げたので米ソ対立は緩和していった。中華民国では国内の対立を抗日という同一目標により抑えていた中国国民党と中国共産党の 両勢力が再び内戦状態となり、アメリカが政府内の共産主義進歩の策動を受け、中国国民党への支援を縮小したこともあり、ソビエトの支援を受けた中国共産党勢力が最終的に勝利した。その後中国共産党は1949年に北京を首都とした中華人民共和国を建国し、中国国民党は台湾党に逃れることとなる。 朝鮮半島では、領土分割され支配権を放棄し撤退した日本に、代わり、38度線の境に南を、アメリカやイギリスをはじめとする連合王国が、北をソ連が統治することになり、その後それぞれ、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国として、独立を果たす。しかし、ソ連のスターリンから承認を受けた、 金日成率いる北朝鮮軍が1950年に突如大韓民国に侵略を開始。ここに朝鮮戦争が勃発することになる。なお、開戦後70年以上経った現在も南北朝鮮の間の戦争は公式には終結しておらず、大韓民国側に立つ国連軍と北朝鮮との間での一時的な休戦状態が続いている。 1946年には極東国際軍事裁判が改定され、戦争犯罪人は、戦争を計画し遂行した平和への罪、捕虜虐待など、通例の戦争犯罪、虐殺など人道に対する罪としてそれぞれ処断された。また、日本国内だけでなく、日本以外のアジア各地でも裁判が行われ、多くが処刑された。日本は、 アジアの列強植民地の解放という名目で、当時欧米列強諸国の植民地であった、マレー半島やシンガポール、中国大陸などアジアのほぼ全域に進出、欧米列強諸国の植民地政府を廃止し、占領、軍政下に置いた。また、占領地の中のいくつかの地域については、日本に友好的な指導者を後押して独立させた。しかし、 戦争当初の目的として資源確保のためにこれらの地を占領した日本にとってはそれまでの宗主国の持っていたような資源、資産面など対植民地での優位な状態を保つことができず、これらの地においては軍政の名において当初の目的以上に搾取することを余儀なくされ各地に人的、資源的に過酷な状態を招いた。 日本はこれらの国々に戦後賠償としての意味合いも含め政府開発援助を行うことになる。連合国軍最高司令官総司令部のマッカーサー総司令官の指示、決裁のもとアメリカ人がその大勢を占める総司令部の民政局長であるコートニー・ホイット・ニーラの手によって新憲法の草案が作成された。それをもとに日本政府案が作られ、 帝国議会での審議を経て、1946年11月3日に、日本国憲法として交付された。中華民国国民議会代表台湾党を訪れた、小解析と、総美霊婦人島南アジア地域では、日本軍を排斥した、欧米諸国が、植民地支配の回復を図ったが、 創始国の国力の疲弊とそれに伴う植民地支配がもはや利益をもたらさないという判断。日本軍占領下での民族意識、独立意識の鼓舞による独立運動の激化。日本軍統治の下で創設された国軍の独立軍への転換や日本人による近代戦術の指導。本国における。 人道上の理由による植民地支配への批判の高まりなどの要因から第二次世界大戦後に多くの東南アジアの植民地は独立を果たした。ジョージ・ W ・ブッシュ政権でアメリカ合衆国国務副長官だったリチャード・アーミテージは世界でどの国が優れているか聞いた調査によるとアジアの人々の82%が日本と回答しました。彼らは 日本軍による占領は独立への機会になったと考えていますと述べている。2008年に外務省がアセアン主要6カ国に対日世論調査をしたところ、第二次世界大戦中の日本について、現在あなたはどうお感じですかという説問において以下のような結果だった。第二次世界大戦以前より独立国であった。 対応国は、日本軍との一文弱の末、数軸側として参戦したが、その裏では、在米大公使館のセーニープラーモートが、ピブン政権と絶縁し、東南アジア向けの反日放送を行ったり、ピブン内閣の実力者プリーディーパノムヨンらが、在日大使館を中心に、日本内外に、広範なスパイ網を構築し、情報提供によって、 米軍の日本本土空襲を支援するなど、連合軍側への倶り替えに向けた活動も行っていた。これは、いわゆる自由体運動として知られている。自由体は、大国内では、ピブーンによって半ば公認された活動となっていき、日本の敗戦の色が濃くなると、また、日本と結んだ条約で内政が悪化するとピブーンは1943年首都を、日本軍の影響が少なく、 陸軍の部隊のあるペッチャブーンに移転する計画を秘密裏に格索、民族主義的な思想の持ち主であったルワン・ウィチットは1943年10月30日外相を解任され、代わりに自由隊のメンバーとして知られていたディレークが外相に任命された。1945年8月16日、プリーリーが摂政の立場で退営。 台米への宣戦線布告は無効であったとの宣言が出された。こうしたタイの二重外交は戦後、アメリカの政策と相まって成功しアメリカはタイを敗戦国とすることを避けた。一方で、イギリスはほとんど敗戦国として処理したと言える。イギリスは終戦時、速やかに平和条約を結ぶことは拒否、さらに米を賠償させた上で、 翌年の1946年1月1日に、ようやく平和条約を結ぶことを許した。また、太陽国は、戦時中に回復した、フランス領インドシナの一部、イギリス領マレーを呼び、ビルマの旧大領土を再び、フランス、イギリスに取られた形となった。しかしながら、連合諸国による、本格占領とこれに乗じた、植民地化を免れ、 続いて独立国としての立場を堅持することになった。ホーチミン日本から独立が与えられていたフランス領インドシナでは日本の降伏直後にベトナム独立同盟会がインドシナ共産党の主導化で8月革命を引き起こしベトナム帝国からの権力争奪闘争を各地で展開した。その後9月2日にホーチミンがハノイで ベトナム民主共和国の建国を宣言した。ところが、旧植民地の再支配を図るフランスは、独立を認めず、9月末には、サイゴンの支配権を奪取したことで、ベトミンと、武力衝突した。その後、ベトミンは、フランスとの交渉による解決を試み、1946年3月には、フランス連合内での独立が認められた。だが、 フランスはベトナムが統一国家として独立することを拒否し、高知市の共和国の樹立などベトナムの分離工作を行った。これにより、古フ仏双方が抱く意見の相違は解決されず、同年12月にハノイでコシフツ両軍が衝突したことで第一次インドシナ戦争が勃発した。オランダ領東、インドでは日本の軍政に協力していた。 独立派が日本の降伏直後にスカルノを大統領とするインドネシア共和国の独立を宣言し最植民地化を目指すオランダとの独立戦争に突入した。この戦争には元日本軍将兵約2000名が義勇兵として独立軍に参加している。インドネシアの国営英雄墓地ではその戦争により戦死した約1000名の 日本軍将兵が埋葬され、6人の日本人が独立名誉勲章を受章した。ドイツの占領を受けて疲弊していたオランダにとって、この戦争は大きな重荷になり、また、植民地に強硬に固執する姿勢は、国際世論の支持を失った。結果、1949年12月のハーグエンタク会議により、オランダは正式にインドネシア独立を承認した。 イギリスは、マレー半島に居住する、各民族に、平等の権利を与え、シンガポールを除く、海峡植民地とイギリス領マラヤ諸州からなる、マラヤ連合案を提示した。家教とインド系住人はこれに賛成したが、マレー人には不評で、その結果、ダトーンを党首とする形で、統一マレー国民組織が結成された。独立宣言をするトゥンク・アブドゥルラーマンイギリスは、 1946年に発足したマラヤ連合との間で1947年にマレー人の特権を認める連邦協定を結び、1948年にマラヤ連邦が発足した。しかし華協はこれに不満で、同年主として華協からなるマラヤ共産党の武装放棄が始まった。だが、マラヤ共産党の弾圧。 その後各民族系政党が集まったアライアンスの結成と独立の準備は着々と進んでいった。1955年7月の総選挙で圧倒的な勝利を収め、1957年8月31日にマラヤ連邦はマレーシアとして完全独立を果たした。一方、シンガポールは戦後イギリスの直轄植民地となり、その後は自治国となり、 完全独立を目指すこととなった。サラワクと北ボルネオも戦後イギリスの直轄植民地となり、段階的に自治の供与が始まった。多大な石油資源を持つブルネーは保護領のままで、その独立は1980年代まで持ち越されることになった。戦前、独立に向けての準備が進められていたが、日本の占領によって、日本の傀儡政権が誕生する。 終戦後に再びアメリカの統治下に戻され、その後1946年7月4日にマニュエル・ロハスを初代大統領にフィリピン共和国として独立を果たした。しかし、アメリカ軍基地が国内に残され、多くのアメリカ資本が居座るなどアメリカの影響は大きい。ジンマーとガンディ・ルイス・マウントバッテンイギリスは戦後もしばらくの間はインドを統治し続けたが、 対戦により、イギリスの国力は疲弊し、大英帝国を維持することができなくなった。また、マハトマガンディやジャワハルラールネルラインド、国民会議派が指導する独立運動の激化並びに、ヒンズー教徒とイスラム教徒との間の宗教対立に、イギリス政府は耐えきれなくなったことも、相まって、 アトリーは1947年2月20日、インドから1948年6月までに撤退することを決断し、ルイス・マウント・バッテンを最後のインド総督として派遣した。マウント・バッテンは、ネルーたちにヒンズー教徒が多いインドとイスラム教徒が多い、東西パキスタンに分割独立する案を受諾させ、また、藩王国がインパに所属する過程が円滑に進むように、 イギリス連邦に加盟することまでも受諾させることに成功した。そして、アトリーが当初宣言した予定より1年早い1947年8月15日、イギリス領インドはヒンズー教徒が多いインドとイスラム教徒が多いパキスタンに分割独立した。しかしこのようなイギリスの都合に合わせ請求に行われた分割独立がその後のインドと、 パキスタン両国の間における対立を引き起こし、その後も両国は対立を続けることになる。イギリスの植民地である両国は安全保障をシンガポールを拠点とするイギリス軍に依存していたが、マレー作戦及びシンガポール陥落以後にオーストラリアが日本軍にダーウィン空爆やシドニー湾攻撃などの被害にあったことを受け、安全保障のパートナーを 創始国の英国からアメリカに変更。アンザスが成立する。オスマン帝国領をイギリスとフランスで分割したサイクスピコ協定によってパレスチナはイギリスの委任統治領となった。1929年に始まった第五アリアは天だれ式であったが、ヒトラーが権力の座についたことで、1933年から36年の4年間で、 164,267人のユダヤ人が合法的に移住した。その結果、パレスチナにおけるユダヤ人人口は40万人に達した。そのことが土着していたアラブ人との対立を招く結果となった。ホロコーストとアトリー政権の親ユダヤ政策がパレスチナの混迷をさらに招く形となった。1945年8月、トルーマンは アトリーに書簡を送り、ホロコーストで生き残ったユダヤ人10万人のパレスチナ移住許可を求めた。イギリスはフランスとは異なり、パレスチナの移任統治を継続したが、パレスチナの治安情勢の悪化とエクソダス号事件によって移任統治を放棄することを検討し出した。1948年5月16日、イスラエルは独立を宣言。同時に、 第一次中東戦争が勃発した。イスラエルは国連決議で割り当てられた領域より広い領域の確保に成功するとともに、この戦争がパレスチナ難民問題を生み出す契機となった。イギリスの公園で作られたヒジャーズ王国を滅ぼしてアラビア半島を統一した国家であり、この国の石油資源は1933年に設立された石油会社を介して、 アメリカの資本の支配下にあった。1950年まではトランスヨルダンという国名であって、1946年に独立したものの、外交、軍事の実験はイギリスにあり、イスラエルと同時期にイギリス・フランスの委任統治領として成立した国家であったが、1950年に占領していたヨルダン側西岸を自国領にすると宣伝し、 その後国名をヨルダンと変えた。イラク王国はイギリスの委任統治領から1932年に独立したものの国内でのイギリス軍の移動の自由が認められイギリスによる石油資源の支配が行われているなど外交を軍事の実験はイギリスにあった。これに対しアラブ民族主義者はイギリスからの独立を企てドイツに接近した。国内は乱れ。 1941年3月末にはついに、アラブ民族主義者の軍幹部が決起し親衛派の国王側近が追い出される事態となった。しかし、イラクでの利権喪失とイラクの石油が数軸国の手に落ちることを恐れたイギリスは軍を侵攻させ、1ヶ月余りの後に再びイラクを占領した。以後、第二次大戦後までイラクはイギリス軍の占領下に置かれ、 BC 政権支配下のシリアへの侵攻と、イラク同様に、ドイツ側に落ちる、恐れのあったイランへの侵攻はイラクから行われた。第二次大戦後もイラクは、英米の同盟国として振る舞い、ソ連を封じ込めるバグダッド条約機構の一員となる。ものの、1958年に、アラブ民族主義の青年将校によるクーデターが、勃発し共和国が誕生し、王室は滅ぼされた。 1941年、ソビエトとイギリスは、新独国家であったイラン帝国に侵攻し、北半分をソ連軍、南半分をイギリス軍が占領し、ソ連に対する軍事物資援助のルートとした。しかし終戦後、ソ連軍がなかなか撤退する気配を見せなかったので、イラン政府が1946年1月にソ連軍の撤退を求めて、 国際連合安全保障理事会に提訴した。その後翌年にソ連軍は撤退した。しかしこの結果、アゼルバイジャンの地方政権が半年後に崩壊してしまう契機となった。第一次世界大戦終了後、サイクスピコ協定により、シリアとレバノンは、フランスのヨルダンとパレスチナは、イギリスの委任統治領となった。だが、第二次大戦中、 本国フランスがナチスドイツに占領されたこともあり、独立の準備が進んでいたシリアやレバノンはフランスからの独立を模索することとなる。ビシャラ・アルフーリエが中心となり、1943年にフランスからの独立を達成し、自由経済政策を推進し、レバノンは経済的な繁栄を誇った。しかし、1948年、 ユダヤ人の手によりイスラエルが建国されると同時に勃発した第一次中東戦争によりアラブ側は敗退を余儀なくされ10万人規模のパレスチナ難民がレバノンに流入したこのことがレバノンの各州派間のバランスの上に成り立っていた政治運営を困難にさせた面は否定できないまた各州派間の対立が 周辺諸国の介入を招き寄せる結果となり、現在の混迷の原因もこの大戦に起因している。エジプトも、イスラエルと同様に、イギリスの委任党治療にあり、1922年に、イギリス側の一方的独立宣言と1936年、イギリス・エジプト条約により、形式的に独立に近づいていたが、スウェズーンが一帯には、イギリス軍が駐留し、 元来エジプト領だったスーダンの統治をめぐってイギリスに従属的立場に置かれていた。しかし1956年が回るアブドゥ・ナーセルはスエズ運河の国有化を宣言。英仏イスラエルの参加国はナセルの行為に反発し第二次中東戦争が勃発した。米ソ領大国の英仏イスラエルに対する反発によりエジプトは スエズ運河の国有化に成功し、アラブ地域の名手の地位を確立した。そのすべてが、連合国、もしくは中立国であったラテンアメリカ諸国は、ブラジルのみが、連合国の一員として、ヨーロッパ戦線に派兵を行ったが、その本土が直接戦争による被害を受けることは、ほとんどなかった。戦後においては、共産主義思想の浸透を懸念したアメリカが、ただ、 反共産主義的であるという理由だけで、中央アメリカのグアテマラやニカラグア、西インド諸島のキューバ、ハイチ、ドミニカ共和国、ブラジル、チリ、アルゼンチンなどの多くの軍事独裁政権に、大し経済的、政治的な援助を行った。それだけではなく、そもそもこうした政権の成立の過程にも、アメリカ合衆国による介入がある場合が、ほとんどだった。その結果、 冷戦の終結によって、アメリカがこれらの軍事独裁政権に対する援助を中止した1990年代初頭までの長きに、わたって、ほとんどのラテンアメリカ諸国の国民は、腐敗した、軍事独裁政権下で不安定な政治と富の独占、そして、それがもたらす貧困にあえぐこととなる。戦中、国家主導の軍事増産が、経済回復をもたらし、 景気刺激政策が定着していった。しかしミリタリーケインジアンエコノミーというように極めて軍事色が強くなった。同じ時期に軍や官僚機構と癒着し、1950年代に軍産複合体と批判されるような構造を作り出すこととなった。連合国軍のイタリア上陸時におけるイタリア系マフィアの現地協力組織による 連合軍に対する情報提供や広報支援のほか、アメリカ国内の港湾地域における大スパイ活動と引き換えに、アメリカ当局が当時アメリカ国内に収監されていた、イタリア系マフィアの指導者の多くを減刑、もしくは釈放したことにより、戦後それらの組織がアメリカ国内で大きな力を持つことになった。ありがとうございます。